この大空に翼を広げて。データをロードします。もしもし、葵？聞いてるの？足が不自由な子がいるから面倒見てあげてねって話よ。どうしてあなたが新しい寮？はい？いよ、新しい寮母って、その…昼間のことなるべく全部だけ。この私がついうっかりポロッと泣いちゃったりしたことよ。忘れた？忘れろ。あのね、新入りのあなた、クールビュービュー、もう一回言うから、もう意地悪、揚げ足取り、ひどで、心配してるなら余計なお世話よ。ふんた。
ほほう、4年？それにね、校舎の建て替えと同時期に女子生徒の受け入れを強化したんだって。設備も最高だよ。で、顔とかひどっ。あんちゃんからさ、あんたね、帰ってくるなら、ね、昔の私ならアックスボンバーかましてるところよ。あー、ハバネさんならうちのクラスだよ。ここんとこずっと休んでるんだ。体調が良くないみたいでさ。おい、山本。お、あーい。だよ、アゲハ。お前、あれ。いいから、誰か。お前、は？俺。そりゃ驚くって。お前が、本当に、おかえり。会いたかった、じゃねえよ、この裏切り者。俺、いや、そのくせよくものこのこん、お前なんか嫌いだ。子供かい。こう、知ってたらあいつ、あっち。だ、そう？かわいいじゃない。なんで、ハバネ、寮の、そうなんだ。この、あんまり学校がた、私？そっか。そうなんだ。水瀬、お前、あの水瀬だ。お前、帰って、野球部入れよ。お前なら、すぐレギュラーなれるぞ。これで構わないぞ。着信り、はぁ、ちゅ、さっきあんちゃんから聞いた。じゃあ帰ろっか。どうだった点、あはは、入りたい、うち、私は、葵だ、それじゃ、ああ、で、またやす、何？いいって、いいって、ああ、あ、極秘状、訂正、まあ、健全なだ、
お帰りなさい。また明日からよ。じゃあねしなって、ちゃんと美味しかったよ。あっ、わが、そっか、それでいいよ。あたしが、それ、だから、さて、あーってち。ごちそうさま。運動部の美味しかったよ。うん。あんたの味覚って昔っから大雑把よね。なんでそんなショック受けてんの？あ、もっとこう爽やかなのはないの？パスタにしてもトマトソース系とかは。私かか。アヒルだ。あ、これは、は、せ、そ、誰が？で、あな、うん。誰？え？勘違いしな。ふう！誰があなたと一緒に行くって言ったのよ。私は一人で登校します。あなたたち、バカみたい。うん、は、時々、話しかける。けど、は、そ、クラスの女子 VS、ハバネ、そ、いやー、あの時のハバ、なんでハバ、だって、なんかしてあげられることないかな。ほう、あの人は、そ、ど、成績トップとか、そ、ほん、けど珍しいな。
はば、はい。そうか。心配してたんだぞ。私は動物園の動物じゃないわ。行く。あかんべー。わあ。すまない。君こそ、そうだよ。ありがとう。でも、いいのか？もしかして、いや、そうか。君からパンをもらったのが、太陽圏の、考え事をして、の、ああ、ソワリング部の物質系、上昇気流に乗って、そういうことになるな。グライダー、ああ、作れるさ。とい、そうだな。あったあった。さあ、作ってみてくれ。できたわ！綺麗にまっすぐ飛んだ。そして、それらの、まあ、原理は同じ。これをよく見てほしい。人、そう、逆。一般的な飛行機、まずは、次に、水平尾、垂直、多少飛びつくところ。そうだ。揚力はここ。翼に前からか、この、手ぬぐいの手にね。中国の中で。だから、そうすることで、相対的に、それともう一つ。翼の上面をな、この吹き下ろして、ね、それと同じことよ。たとえそれが、揚力を生み出してくれる。次に、これ、飛行機は、まっすぐ上を向く。主翼と、これがないという、紙飛行機。で、ここは飛ぶこと、ね、ずっと昔、ライト兄弟は、翼、例えば、そうだな。垂直尾、さらに、主翼のここの部分に少し曲げれば。見てて！うん。面白い！この紙飛行機！実際の飛行機には、補助翼などの小さな、この紙飛行機を大きく頑丈にして、コックピットを取り付けただけのものなんだ。どうだ？風に乗って飛ぶんだ。風に飛ぶ？あ、雲の上？うん。組み上がったのが、あの時だ！今日で、あ、ま、自分で作った。そうね。だ、特注品で、これを、どうか、頼む。ありがとう。からもう、うん、うん、ところで、もし、グライダーに興味があるのなら、いや、いいんだ。なんだ？あ、もちろん、君、また、うん、うん。え？ちょ、と、やだ、やめて、やだって、もう、押さないで！葵！葵、お前、久しぶりだな、葵。おいおい、そうさ。わし、そっか大変だったな。あれはいいレースだったな。3位でも立派だ。今はここ。
ますけどね。ところで、あの子もここの寮生。こんにちは。あ、うちの工場の近くにでかい昨日はペリグ。そんな感じだった。とにかく困ったことがあったら、手に入ってるあれいいって。高そうな自転車ね。さっき一緒に入ってきたの気づいてなかったの？ここね。こっちかしら。ない。探し、あなたこそだ。だから別に。結構片付いてるのね。もっとこゴミと。どうかしたの？転校して。別に。じゃあね。行くわよ。つらしてんだよ。そういうことなら俺にエリちゃんって言うんだけどさ。さ、一緒にバッてエリちゃんのためにキス。お前さ、もうやめよ。でっかいあげ、もう行った。別に応援。あ、お前そういうの分かってんのなのに、あんなこったい。おお、はい、どう。で、はいはい、かわいいかわいい彼女。さっきのあいつがなったね。仕事なの？エアコンは？何これ、普通。冷めてても美味しい。別に、ちょっと、本で読んだだけ。こっちの本は写真がいっぱい載ってるわ。見てこれ。山の上を飛んでる。きっと最高の気分よ。上昇気流に乗って飛ぶなんて、まるで鳥になったみたいじゃない。何かしらこれ。なんでもないわ。行きましょ。ここ暑くてたまんない。もしもし葵。別に。そりゃそうよ、楽な仕事な。でも嫌なこと、それともママが恋しくなった？学校の方はどうなの？アゲハちゃん綺麗。あら、アゲハちゃん、あらやだ、口が悪。それじゃ、それか超格安部。それじゃ、おやすみ葵ちゃん。はい。何？え、足が不自由。いえ、
うっさいわね。何事よ。はあ、そん用意するからちょっとだけ待ってて。そんなの使わないよ。これでいいのかな。これでよしっと。シーフードカレーっていうのもあるんだし、お魚も買って…はっぺー、おいしっちょね、いやまだまだ…うん、きた、いや、いい、いや、えち…わかった…あー、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 いえ…これは…もう終わり。あ、ちょ、私も手伝うよ。アイスのお礼。ねえ、これどうやって切るの。こっちのピン、わかった。やってみる。でしょ。野菜切って鶏もも肉と一緒に煮込むだけだ。わ、わ。案外熱中するタイプだ。均等に切るのね。わかったわ。ちょっと薄いかな。みなせ、実は屋根の雨漏りもこんないいな。それだけでいいの。でも今日あなたたちが無理やり付き合わせただけよ。別にいいけど、そのくらいなら賛成。それができ、私もそう。私、こちらこそ。カタリちゃんもよろしくね。ね、鳥、どっつーこ、
葵くん。起きてます、葵くん。起きてー。あのね、葵くんにお客。よう、葵。俺、寮のご近所さんからもらったお土産なんだが、うちじゃ食い切れなくてな。ね、幼なじみなんだ。でもここ、女子寮って怖いよ。昼飯おごってやる。どうだ、こっちは。無理すんな。この景色見て、故郷に帰ってきた気分にはならないだろ。ウィンディーにはもう行ったのか？まだ上の方は見てな。せっかくだ、飯のついでに見ていくといい。なかなかすごいだろ。データを。ゲームを終了。